やー、雨にビビって結構急いで来たんですけど、フェリーターミナルまであと5キロぐらいなんですけど、ついにポタポタしてきよったな。でもなんとか逃げ切れそうな、まあそのおかげでめちゃくちゃ早く着いてしまうんですけど、到着予定時間6時35分。いやー、さすがに早すぎるわな。何もないんで、警備員の人もおれへん。さっき電話かかってきた時に遅延証明書をお渡しするので一回受付来てください言われたんですよ。出航前から遅延証明書あげますとか初めてやな。いやめちゃくちゃ多い。さっき今日は80台って聞いたんですけどね、80でも僕過去最高なんですけど、恐ろしいことに今日敦賀苫小牧便はバイク乗せられませんってなったらしくって、結構こっちに回ってきたみたいなんですよね。で最終的にバイク120台らしいですよ。ただいまの時刻22時半。これ120台の中で一番に入っていくのはええんやけど、もしかして出んの俺最後か。いやー波乱やな。今日7月14日の金曜日なんですけど、北海道からの便がバイクも乗れないらしいです。大変やな。どんだけ揺れるんやろな。はい、8分待ちました。10時38分。よっしゃー、やっと。何？これは後ろかわいそうやな。しかし結構貴重なシーンを見せてもらってるな。はい、あー来たか明日。一番奥やないか。おい、
るまでどんくらい時間かかるやろか。俺1番に入ってきたのにな。絶対ほぼほぼ最後の方やん。大富豪で革命食らった感じやね。っていうかこの鎖嫌やな。一応定刻20時45分に対して22時30分1時間45分遅れで到着しました。お昼ぐらいの時点では到着予定が午前0時やったんですよね。それが23時になり、最終的には22時30分になりました。これ読めたらちょっと前傾になってるな。荷物積む前に下げた方が良かったかな。来た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 、涼しい。俺お見送り係みたいになってるやん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ、出番来たか。結構割り込んできちゃったで。オッケー、いいよいいよ。うわ、ちょうど10時半上陸。いや、あっつ。あ、お尻から出てんのか。あれどっちやこれ。あっつ。そうやな、いつもあっちやもんな、出てくるの。え、ほんでこう行ってこう行ってこうやから、あっちよね、まっすぐよね。オッケー。いやー、出足から大変やな。うわー、雨上がりやからか非常に涼しいでございます。気温21度。これでも帝国に着いてたらここで雨に降られてたかもしれんな。さて今日はもうさっさと宿に行ってちょっとゆっくりしたいなと思います。どんな感じで明日から回っていくか、さっきざっくりイメージしてたんですけど、まあ、今日土曜日なんですけど、明日からの1週間、北海道全体的に後半の方は天気はまだマシな感じだったので、週の後半の回り方のイメージはもう大体つけたんですけど、問題は前半ですね。どこ行っても天気微妙な感じやったのでどうしようかな。ということで北海道ツーリング2023、今までにない結構ノープランな感じで来ましたが、0日目からちょっと波乱がありました。まあ何はともあれ、まずは安全に無事に家に帰れるように切りつけて走っていきたいと思います。